はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ今回もやっていきます。サーカ使った無課金攻略。今回はね、ちょっと久しぶりかな、チョウニャンボね来ましたんで、こちらね福龍さんかな、なんかロリコン福龍さん溜まった状態でスタート、大量消しというね、はい、コンボを貯められる。でもポカポカなんだな、名前は何だろう、鬼ひなしか、あ、じゃねえな、織姫福龍、なんでこんな時に。はい、でもね UZ 福龍さん来てデカポに降ってくるもいいので、あとワイプアップもいいな、この周回イベントでワイプアップ超いいな。はい、じゃあ行きましょう。しかも周回ね絶対できるポカポカなんで周回もしやすいですね。まあ、最近ね UZ がマックスになっちゃったんで 1% の時代から 0.5% になっちゃいましたけどね。 ZZ も今回はそんなに確率高くなくて昔と同じになりましたね。 ZZZ 以上が 1.2% ということで、はい、で ZZ がもうちょっと当たりの妖怪入れてほしいなっていうところなんですけど、まあ、今ねアーマータイプもそんな使わんだろうっていうね。あ、ただ邪神カチカチは少し嬉しいですね。限界突破させたい。行きましょう。あ、また雷光武士にゃん技レベル上げてねえや。何枚引けるかな。一応ミッションでね、チョウニャンボのミッションがよいしょクリアしましたんで、このニャンボコインね結晶のやつももらっちゃおうか。はい、であとねいつものイベントクエストもね、はい、こちらの分もあるので、サーカねガシャ引いていきましょう。もうこれはね5個目が落ちないっていうね、はい、そういうパターンですね。いきましょう。あとそうだ、キュービの追加も来てますね。キュービライトの、まあ、これはちょっと別途やりましょう。新スキル紹介もあるんで、なんすかね、3枚あるんでね、9枚やっていきます。9枚かってことはそんなに久々じゃねえな。この前あったっけ。さあ必ず発動シングウィスパー、ZZZ が来てもハットシンウィスパーなんで、あれ9枚だっけ。この前でもあったか。この前いいガシャだったな、当たんなかったけど。さあ2枚目。おお、スーさん、スーさんがねこの時プニプニの最長期だったんじゃないですかね。このスーさんの時の桜ローレルの時の有馬記念ぐらいの盛り上がりだったっすかね。あー、これは限界突破したかった。技レベル上げとけよっていうね。はい、というわけでメインアカウントはこんな感じですね。まあただねいつも言ってますが、このアカウントはニャンボでね、去年は ZZZ、この竜太と、あとみんなにね、いつもコメントで、大外れって言われるね、もう歴史的な、あ、あとそうだ、これも当たりましたよね、去年はね。で、みんなにいつも突っ込まれるこのね、リンネね、もうショート動画は10万再生ぐらいいってるんですけど、外れだって言われたんですけど、毎回言うんですけどね、リンネの闇イベントで小特攻になったんでね、はい、大活躍してくれたんですよっていう感じですかね。はい、じゃあ2番目いきましょう。なんか何気に G も3になってんな、なんでこんな強くしてんだろう。はい、これ2番目のアカウントで、まあ、ニャンボね、やるためにこいつはクリアしてて、タイの宝箱はね行ってまして、あ、もう横取りやっちゃおうかなっていう感じかな。第4まで行きたいかな。35回優勝。チケットはね、1枚ドロップしてますかね。ワクワクボックスはね。
で、ミッションかちゃんとクリアしました。まあちょっとねサブアカなんでおはじき以外はちょっとスキップしてる感じですかね最近はね。いきましょう。このアカウントはねカイラ来たことありますね。ガオーカイラね。おお、ウクオロチ極妖怪いんだ今回。これは当たりですね。ちょっとごめんなさい今更ながら。極妖怪いるの。へえ。あ、クリスタルもいる。あ、今回いいですね。クリスタルと極が一部入ってるんだ。クリスタルネタバレリーナと極オロチか。へえ、極妖怪いるんだ。極土の子入れてくれればいいのに。しかも今回の支援が入ってる。いらねえだろっていう、ね、さあ2枚目。おお、雷光武士にゃんだ。雷光武士にゃん Z のみ攻略で使うからな。限界突破したいのにな、いつも忘れてます。さあ3枚目。おお、スーさん、なんか私の今の時間帯スーさんとこの2体でもね、当時は本当激レア妖怪でしたっけね。この2体に何万も使われた方いらっしゃるんじゃないかなって感じですよね、このスーさんと雷光武士やんね。はい、じゃあ3番目いきましょう。はい、でちなみににゃんぼでは、そういえば極土の子ね、天の川にゃんぼとかで出たり、2回出たことあるかな。あとこの竜太が相変わらず出てて、あとなんだっけな、このアカウントのにゃんぼといえば誰だったか。あ、ガオーカイラですね。これは出てほしいな、入れてほしいよね。指導効果アップなんでね。はい、じゃあ3番目いきましょう。かっこいいね。はい、これ3番目のアカウントで、このアカウントもクリアして、第2の宝箱ね、こんな感じか。15回ぴったり優勝ですね。ミッションもクリアしてますね。そういえば鬼ひなの試練ってこれなんだ。灯火のセンスなんだこれ。灯火のセンス何これ。ん、合成アイテム。これ何に使うんだ。あ、なんか合成できる。え、これで何ができるの。やっちゃうか。ちょっと待って、俺何気にこれ忘れてんだな。え、灯火のセンスどういうこと。ちょっと待って、私の鬼主化は、鬼主化、これか。全然構わないな、全然やってもいいな。じゃあやっちゃいましょう。何これ、ちょっと頭がパニックってるぞ。合成、これやってなかったんだな。さあセンス、これは忘れてんね。これで何になるの。まさか空転とかの方が良かった。おお、すごい、灯火の鬼ひなしか。え、バージョンアップしたのこれ。え、すごいじゃんこれ。え、こっちのしかは、あんま秘伝書がないな。
すごいいいじゃん。え、空転、そんな説明あったっけね。ちょっとすまん、寄り道してしまって。シュカさん、あ、すごい、スーパーフィーバーなんだ。フィーバーになった時に技ゲージたまる。これ結構ね、技ゲージ吸収で役に立つんだよな。デカポに降ってくるもいいし。すごい、みやびになった。あら、あらあら、ラッキーだね。クリューさんのやつだったのに、今回ひな祭りにゃんぽ。あ、そっか、ひな祭りだからか、今更さあ、じゃあちょっと、え、さっき、あ、メインアカウント鬼しか持ってないのか。なんかね、急にごめんなさい、にゃんぽかすんじゃいましたね。おい、よくないよ何がいいんだよさあ、お、袋、これは復活スキルだからまあ悪くはない。もうなんか鬼しかゲットできちゃったから、他のアカウント見てなかったな。あら、このダッサい座敷コマンダーこれほんとダサいデザインだよなはい、ということでね、ひな祭りにゃんぼが、シュカが当たったら ZZZ もいけるんですけどね。このひな姫福竜さんね、これも強いので、まあ、ゲットできた方はおめでとうございますって感じですね。技レベル3までいきますんでね。はい、ただシュカがね、今回合成できるので、これはなんかキャンペーンなのかな。すごいラッキーですね。なるほど、追加キャラクターに福竜さんもね入ってるので、周回にねぜひねゲットした方は、でかいよなこれ、ゲットできた人な、大量周回イベントだからな、いいね。はい、じゃあすいません、またお会いしましょう、さよなら。いや、シュカゲットできたからいいかな。